栃木市役所は栃木県栃木市の執行機関としての事務を行う施設。東部宇都宮百貨店栃木市役所店との複合施設となっている。別館は国の登録有形文化財。1884年に宇都宮へ移転するまで栃木県庁が所在していたその跡地に1921年10月15日栃木町役場の庁舎が落成した。 木造二階建て川原武器、東屋付きの洋館である。設計者は町の義士、堀井虎吉。一階に事務室や食堂、二階に儀場や貴品室などがあった。一階は板張りにペンキを塗り、二階は白壁で木組みをあらわにし、北側の玄関ポーチ及びその上部のアーチ型の衣装に大正時代の洋風建築様式が見える。 時計等の流行は当時すでに廃れていたというが単に名残として止めたか官庁としての異様を示すためのものだったとみられている。1937年の市政施行に伴って名称が栃木市役所となり続けて使用されたが1960年の新庁社会長と共にその役目を終え栃木市役所別館と解消された。2016年市が 新たに文学館として整備する計画を公表し、2019年から工事に入っている。建築から90年以上が経過した間に増改築があり、商工観光課の事務室が置かれた時期もあったが、整備にあたって増築された部分を取り壊し、耐震補強を施した上で落成当時の姿を復元する。初代庁舎が機能する間、五家村の編入合併。 人口増加とともに事務が複雑化し、職員も増えたため、教育委員会及び国民健康保険調査事務局を公民館において文章したほか、会議室もないという様相を呈し、キャパシティが限界を迎えた。よって1958年度予算をもって新庁舎の建設を決定、同年12月19日に入札を行い、井上工業に落札。隣接する。 中央公民館と共に1959年1月10日に着工し、翌年1月15日に竣工した。なお、市役所チャイムを服部時計店に発注している。庁舎前には1300平方メートルの広場があり、砂利が敷かれた。構造としては窓口を1階に集中し、来庁する市民が階段の昇降をせずに住むよう配慮された。 2014年2月7日に役目を終えて、閉庁するまでの54年間、市役所として機能した。福田屋百貨店栃木店の閉店、福田屋百貨店時代の同建物2010年、市街地中心部に位置して、商業の中核を成していた、福田屋百貨店栃木店が、業績悪化により閉店を決定した。同年12月、市に対して、 店舗建物の無償状との申し入れがあり、2011年1月から検討委員会が開かれた。福田屋が同年2月をもって閉店すると、中心地の人通りは明らかに減少した。2012年1月より11回にわたって開催された住民説明会では、中心市街地の衰退は、不正で欲しい生鮮食料品の販売だけでも復活してもらいたい。 などの要望が聞かれ、中心市街地への商業機能誘致が責務となった。一方、東日本大震災を受けて、視聴者にも注目が集まった。二代目の視聴者は、築50年を超えて、耐震性が落ちていったほか、旧栃木市、下津賀郡太平町、藤岡町、津賀町の新設合併、上津賀郡政法町の編入合併を経て職員が増加し、 事務量も増えたことで手狭になり、前回の移転時と同様機能を分散していた。検討委員会の試算では、新たに庁舎を建設した時には建設費だけで約65億円かかるが、既存の建物を改修すると約21億円で済むという結果が出た。商業施設の誘致と、庁舎機能の対策を両立すべく、2012年3月、福田や百貨店栃木店の建物は、 視聴者として利活用し、その1階には商業施設を誘致することが決定した。同年8月に、市は土地、建物等を福田屋から入手した。改修工事設計業務は、宇都宮市内に本社を置く新井設計が受注、2013年3月に契約を議決、締結し、同月中に工事に入った。外装は戦場のみ。 内装を全面的にリニューアルするという方針で作業が進められた。まず商業施設であったために明るさの確保や天候の観察の上で寛容な窓の不足が課題となった。外部の避難階段が不要になったため取り外し、そこに開口部を設けたほか、中央エスカレーターの吹き抜けを活かして明るさを保った。また4階の議場では、 天井の高さを確保するために屋上を一部改築し、内部は柱を撤去して部柱空間を作り上げた。建設当時から2層の増築を想定していたことが、功を創し、各部署の収容や、機場の確保に成功した。2013年12月に主要な工事は完了し、2014年2月に全面移転を行った。 1>, 1階の東部宇都宮百貨店栃木市役所店は3月16日に開店した。合併以前の旧市町域を単位として、行政区域が栃木地域、太平地域、藤岡地域、津賀地域、西方地域、岩船地域と6区分されているため、栃木地域に本庁、その他5地域に総合支所が置かれている。ありがとうございます。